みんなおはよう。犬丸みずです。今日は私がペヤング激辛焼きそばを食べる戦いのね動画をみんなにお送りしようと思います。対戦相手はね、こちらです。こちらの映し方がわかんないんだけど、ね、ペヤングをね、いただいてみようと思います。ちなみにですけど、これ調べた感じ、辛いものが好きな人からするとあんまり辛くないみたいで多分私もいけんじゃないかなっていう、そのね、対戦したいなと思います。でね、対戦するルールを説明しておこうかなと思います。まず第一に、食べてる最中は水分を取ってはいけない。で、その次に、辛みを緩和する食べ物を私が口に入れた時点で負けっていうルールで、シンプルなね、ルールでやろうと思います。はい、作ってきました。ちょっとね、対戦相手のコンディションを見てもらおうと思います。こんな感じです。正直普通に美味しそう。あとですね、勝手に食べ終わったご褒美にポテトサラダをね、勝手に持ってきました。終わったらね、食べれるんだぞっていうね、早速ね、食べていこうと思います。いただきます。あ、辛いのは辛いわ。辛いっていうか痛いけど、全然食べれますちょっと痛い。美味しいよ。でもちゃんとすごい焼きそばの味がね、すごい香りもすごいいいです。あ、でも空気に触れるとやばいわ口が正直余裕だわ。勝利の未来しか見えない。でもなんかこれ私が平気そうにして食べてるから、マジで全然辛くないんだろうなって思ってるかもしれないですけど、辛いの苦手な人は食べたら多分死にます気をつけて、あ、でも鼻水ズルズルしてきたと思う。喋りながらだとやばいかもしれないでも全然余裕ですね。ここに来て体に変化が訪れたんだけど、鼻水がえぐいちなみにあとね、もうこんだけでした。これだけ。息吸ったらやばってやったら口の周りのヒリヒリがえげつない。食べます。はい、完食。完食しました。
勝ちと言ってもいいんじゃないでしょうか。皆さんいかがでございましょうか。あ、なんかわかんないけど涙が出てきた。あと口がめちゃくちゃ痛いです。口がヒリヒリするのであまり唇につけずに食べるのと、喋らない方がいいですね、これ食べるときは。もし挑戦する人がいたら、あの黙々と唇につけない状態で食べた方がいいです。あと辛いの食べるときに事前に、私は何も入れなかったんですけど、胃にヨーグルトとか牛乳とかを一回入れといた方が胃には優しいと思います。ご褒美にね、勝ったので。美味しい。え、ポテトサラダめちゃくちゃ美味しい。これ。丸の余裕の勝利だったということで、また次回激辛料理と対決したいと思います。